第3代アイルズベリー伯爵及び第4代エルギン。伯爵第3代アイルズベリー伯爵及び第4代エルギン。伯爵チャールズ・ブルースは、イギリスの貴族。1685年から1741年まで、ブルース死者の儀礼称号を使用した。第2代アイルズベリー伯爵トマス・ブルースと一人目の、妻、エリザベス・シーモアの次男として、1682年5月29日に、 生まれた。イングランドをチャールズ2世が名古屋を務めた。1698年に父が国外追放されると、オジロバートが保護者を務めた。やがてチャールズは成人したが、7万ポンドに上る家族の債務に悩まされ、移行数年間を債務整理や裕福な相続人との結婚での金策に追われた。家族の財政再建を成功したチャールズは1705年12月に、 グレート・ベッドウィン選挙区で、庶民委員議員に、当選。1710年イギリス総選挙では、グレート・ベッドウィン選挙区と、マールバラ選挙区の両方で当選。マールバラ選挙区の代表となることを選んだ。1711年12月29日、繰上げ直所によりホールトンのブルース男爵を、継承した。1741年12月16日に、父が死去すると、 アイルズベリー伯爵とエルギン伯爵の尺利を継承した。1746年4月17日、トッテナムのブルース男爵に除された。1747年2月10日に死去、16日に埋葬された。アイルズベリー伯爵とホールトンのブルース男爵は、断絶、トッテナムのブルース男爵は、老いトマスブルーデネルが、エルギン伯爵は、親族の、 第9代キンカーディン伯爵、チャールズ・ブルースが、キンロス教は、第3代シャンドス公爵、ジェームズ・ブリッジスが継承した。1706年2月7日、アン・サビルと結婚、二何二条を設けた。ジュリアナ・ボイルの肖像が、ジョナサン・リチャード孫作。1720年2月2日、ジュリアナ・ボイルと再婚したが、二人の間に子供はいなかった。 1739年6月18日、キャロライン・キャンベルと再婚、一条を設けた。ありがとうございます。